儀の乱見分4年4月9日は、高麗末期から、李氏朝鮮初期の武将、女神族。本性は唐、署名は、マメラン朝牧寺。ドーマメラン、リマメランとも言う。父は、女神の豪族で、元の金杯戦古の地位にあったアラフハナ。環境道は、白木、高麗の領土となったことはなく、女神族の居住地であったが、この時代より、 高来の影響下に入り、これらんは配下を率いて帰化シキターを二重する。李成家と出会い、旧日の腕比べから義兄弟のちぎりを結び、李成を名乗る。1380年8月、和光が陳裏口に上陸した後、全羅北道を南原郡雲盆面に溶けこもった。和光の中に金色の鎧で白馬に乗って槍を振るう首領がいたが、 その首を矢で仕留めたのは理の乱だった。首領を失った和光は、総崩れとなり、成経軍が思いがけない勝利を得るなど、以後は、成経の側近として、数々の戦闘で補佐し、李氏朝鮮建国では、開国行進の称号を得る。晩年は、成経の大後の陰性につき従い、また数多くの命を殺めたことを悔いて仏門に、帰した。李成経の死後、 大祖装病に更新として、媒死された、青海利子の祖である、ありがとうございます。